プラジュ TV をご覧の皆様、こんばんは。公民館プラジュ SEO の佐藤でございます。いつもはこの肩書きで、皆様のですね、前で立っておりますけれども、今日はですね、ちょっと違う肩書きにて、皆様の前に、実は出ております。私、普段は佐藤 ICT サポートの代表としてですね、個別に、お宅に訪問をして出張でですね、パソコン並びに関連のですね、サポート業務を行っております。またそれと並行しまして、各所で勉強会の講師などのですね、仕事も、しております。で、本日はその勉強会の仕事の中でもですね、特に大きな仕事として行っております、勉強会の告知をしたいということでですね、皆様の前に立っております。その勉強会というのがこちら、うちのソーシャルカフェでございます。このようにですね、勉強会後皆さんで集合写真を撮っているというのをですね、出しておりますけれども、なかなかこの勉強会濃い勉強会になっております。ご存知の方がいらっしゃるとともに、何という方もいらっしゃると思いますので、まずはここでこのうちのソーシャルカフェって何というものをですね、少し紹介をしてまいりたいと思います。うちのソーシャルカフェ、こちらはですね、地域の方々に IT スキルを気軽に学べる場を提供したいという目的でですね、開催をしております。始まったのが2011年の4月。タイトルにうちのとついているようにですね、もともとはうちの地域においてですね、勉強会を始めました。その後場所をですね、黒崎に移して毎週勉強会を開催をしておりました。ここでもですね、写真出しておりますけれども、勉強会の内容、実は最初にも言ったようになかなか濃い内容になっております。当初はですね、 Facebook 勉強会というものを中心に行っていきましたが、その後ですね、その幅が広がりですね、ソーシャルメディアであれば Google プラス、Twitter、また Ustream といったものをですね、はじめとしまして、その他にもスマートフォンに関する勉強会ですとか、あとはインターネットのセキュリティ、また、ウェブサービスのですね、エバーノート、またオンラインストレージといったですね、かなり、多彩な分野におけるですね、勉強会を開催をしております。そういった内容であるがためでしょうかね、ご参加いただいている方々もかなり多彩な方々にですね、ご参加をいただいております。なので勉強会っていう側面もありますが、一方でですね、いろんなですね、分野業種の方々がですね、一堂に会する場というふうにもなっておりましてですね、ご参加いただいている方々にはちょっとしたなんか異業種交流会みたいな、そんなですね、雰囲気にもなっているというですね、なかなか楽しい場となっております。私自身もですね、実のところですね、このうちのソーシャルカフェでですね、今この公民館プラジュのですね、オーナーになっている、つなぎの方とですね、ご一緒する機会が、生まれたというふうですね、そういった経緯もですね、出ております。そんなうちのソーシャルカフェでございますが、昨年の秋9月でですね、一旦お休みをいただいておりました。でですね、ちょっと充電期間ということでなっておりましたが、この今年2013年1月よりですね、再開ということで改めて勉強会の方をですね、始めております。で、その再開第1弾は先日の月曜日ですね、から、開始をいたしましたが、今後もですね、定期的に勉強会を開催をいたします。じゃあいつやるのというご質問もあると思いますので、そちらをですね、これから紹介をしてまいります。勉強会のスケジュールは毎月第2、第4月曜日に開催をいたします。それぞれ実は内容が異なっております。まず第2月曜日、こちらは様々なテーマの勉強会ということでですね、いろんなテーマをですね、提示をしまして、それに関する、みんなで学び合おうということで勉強会を行います。ちなみに
再開第1弾の先日はですね、 Windows 8を知ろうというテーマで勉強会を行いました。続いて第4月曜日は Facebook 相談会ということで行います。これはこれまでも同様の形で行いましたが、Facebook 使っていて何かわからないことがあるとかですね、これから使ってみようと思うんだけどどうだろうといったですね、そういったですね、疑問やですね、ちょっと迷いがあるという方にですね、Facebook 相談会ということでいろんな相談を、お答えしようということで行ってまいります。もちろん相談に答えるだけではなくですね、最新の Facebook の、いろんな情報などのですね、いろんな話題もですね、提示をするというのがこの Facebook 相談会の時間になっております。この2つの内容を軸にですね、毎月第2第4月曜日、時間は夜の7時から8時半までのですね、時間で会を開催をいたします。第2第4月曜日の夜7時から8時半の90分ですね、開催をいたします。でこの勉強会なんですが、ご参加いただくのにじゃあお金かかるのということなんですけれども、一応ですね有料となります。参加費用は500円ですね、お一人様500円にてですね、行います。ただ会場費等は一切ございませんので、ご参加いただく方はワンコインにて、この勉強会にご参加、もちろん相談会もそうですが、ご参加いただくことができるようになっております。じゃあ私参加したいということですね、どこに行けばいいのということなんですけれども、場所はですね、よいしょと、こちら、このプラージュ TV を行っている公民館プラージュ、こちらにてですね、ご参加いただくことができるようになっております。じゃあ私行ってみたいよと、ちょっといろいろ習ってみたいよというですね、方はどうすればいいのか、詳しくはですねこちら、うちのソーシャルカフェのまず Facebook ページ、こちらをですねぜひチェックをしてください。こちらでですね、相談会勉強会のスケジュールですとか、あとは実際にご参加いただいた方がですね、こちらに感想などを書き込んだりするといったこともありますので、こちらでですねその会の様子などをですねぜひご覧いただきたいと思います。Facebook ページはどうやって見るのというところがありますので、こちらをちょっとですね紹介をしてまいります。よいしょ。Facebookのページはですね、Facebook 内であれば、画面の上の検索窓にですね、うちのソーシャルカフェと入力をしていただければ、うちのソーシャルカフェの Facebook ページ、このいいね新潟のマークが一緒に出ておりますので、こちらをですね、目印としてぜひ検索をしてみてください。また、Facebook ページは一般の検索エンジンにおいても検索をすることができるようになっております。Google、Yahoo などのですね一般の検索エンジンで、うちのソーシャルカフェ、うちのは地域のですね漢字のうちの、ソーシャルカフェはカタカナで、入力をして検索をしていただくと、検索結果の一覧にうちのソーシャルカフェ Facebook というですねリンクが出てまいりますので、こちらからジャンプをしていただければ、うちのソーシャルカフェ Facebook ページをご覧になることができます。で、参加のですね申し込み等につきましては、Facebook 内であればイベントの告知のページからご参加の申し込みをしていただくことはできますが、一応ですね今つなぎの方からですね、電話でも OK よということでお話をいただくことができましたので、公民館のですね、公民館プラージュの、これまでお電話をいただければ、こちらでですね、参加の申し込みをいただくことが可能となっております。公民館プラージュの電話番号なんですけれども、番号はこちらになります。 025-378-3183 025-378-3183 こちらの番号になっております。ぜひ、参加してみたい、
という方はですね、Facebook ページもしくは、公民館プラジオへのお電話ということでですね、連絡をいただければと思います。まあ、私ですね、このようにうちのソーシャルカフェの勉強会でですね、いろいろとお話をさせていただいておりますが、皆さんにですね、私の方で勉強会ということで教えるという実は位置づけであまりお話をしておりません。うちのソーシャルカフェはもともとご参加いただいた皆さんが学び合う場ということでですね、皆さんで一緒になって学び合おうというですねコンセプトで会を行っております。ですので私からですねただお話したものを聞くだけではなくですね、ご参加いただいた方みんなが一緒にですね、これについてはどうなの、じゃあ、あの人がこう言ったからこうなのかなとかですね、もしくは私がですねそれを聞いて、あ、なるほどなっていうふうに勉強になることも多数あります。ですのでみんなで一緒に一つのテーマのことを勉強し合うということでですね、一緒になって高め合おうというですね気持ちで会を行っておりますので、あまりですね堅苦しく考えずにですね本当にお気軽にご参加いただけると非常にありがたいなと思っております。また会の後ではですね皆さんがいろいろとですねお話をしたりなどですね、そういった情報の交換という場にもなっております。ここからですね、いろんな方がまた交流が生まれていったり、またここから新しい展開が出ていったりなどのですね、本当に様々なですね化学反応が起きているといった場にもなっておりますので、ぜひともですねそういったちょっと楽しい場になっております。その楽しい場であるうちのソーシャルカフェご参加いただけるととても嬉しく思います。ということでここまでですね、うちのソーシャルカフェについて、告知をさせていただきましたけれども、心よりですね皆様のご参加お待ちをしております。まあ、最後はですね私のポーズでですね、写真は締めておりますけれども、このポーズでですね本当にお待ちをしておりますので、ぜひとも、ですね、私と一緒にうちのソーシャルカフェで学び合いましょう。ということでここまで、私公民館プラジオ SEO の佐藤がお送りしてまいりました。ご覧いただきましてありがとうございました。プラジオTV。立つのは早いけど、この日だけは確かな思い出を残したい。人生で一度きりの私、振袖一番館スタジオ BM。 プラジオTV。文ちゃん、もしか、イエーイ、富島バージョン、やべ、ゆうやさん、追ってますよ。トイレに行ってきたいと思います。トイレで何するの？
精一杯の力を出していきたいと思います。はい、出してきてください。クリキモード、いいよ。ダメだね。トミ君、あんちゃん、なんかして、取ってあげるよ。なんかしてごらん。イエーイ。カメラ回ってるよ。よい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 よ、はい、やってごらん。じゃあ、行きましょう。いや、終わりな。いやー、なんか一言。あ、可愛いね、マジちゃん。玉が、ちゃん玉が、のことが。ちゃん玉のことが。けんけん。あ、落ちろ、やばいやばいやばい。もうちょっと、もうちょっと。はい、おはようございます。おはようございます。なんか一言。なんか一言。おー。大丈夫よ。マジでやばい、危ない。おはようございます。何か一言。自己紹介。いやー、よろしく。元気か。いやー。素敵な面白かった。よろしくお願いします。待って、まだ？なおちゃん、クリーン、クリーン。なんか人がいすぎて、どれを取ればいいかわからない。ああ。
Yeah.
全部取ってやる。おしゃれ。ああ